こんにちは、こんばんは。黒猫のウコンです。キネコのサコンだぜ。ウプ主のサキクマです。さて今回は、第44代天皇、現象天皇です。リクエストもありがとうございます。いよいよ女性天皇参ります。我々は無事で済むでしょうか？いやなんでだよ。スカソボの地頭天皇先にやらんのかい。前回が辛い話やったんで、ドロドロドロリはまた今度ということで。今回はほっこりできるしっかり者の姫さんの奮闘記を。いや今回の話もほっこりはできない、できないよ。幼い老いを天皇に即位させるまでの中継ぎとして、天皇となった彼女。陰謀と悲劇、葛藤。運命の荒波の中、何事にも動じず国家のために尽くし、時代の天皇を守り育んだ、強く美しき女帝、現象天皇のお話です。現象天皇は680年、大和国飛鳥で生まれました。名は、日高の姫巫女。父は、天武天皇と持統天皇の息子、日下部皇子。母は天智天皇の娘で、後の元明天皇となる阿部の姫皇子。さて、ここの家系は大変入り組んでおりますので久しぶりに。いでよ家系図。今回は主要人物だけピックアップしております。ひじいちゃんの名前が長え？曽祖父は、有名な蘇我のイルカのいとこだよ。イルカタン。萌えキャラみたいに言うんじゃない。彼は皇太子時代の天智天皇と共に、イルカを安丸したんだがな。全然燃えない設定だった。なぜイルカで燃え要素を見出そうとしたのか教えてくれ。母阿部の姫巫子と父草壁の巫子の関係は、おばとおいに当たります。おばとおいと言っても、年は一歳しか違いません。でもその血の濃さは衝撃です。686年、天武天皇が崩御。しかし皇太子草壁の巫子が、即位の前の689年に、27歳で逝去してしまいます。草壁の巫子の長男でカルノ巫子は、まだ7歳と幼かったため、天武天皇の皇后宇野のサララの姫巫子が、持統天皇として即位しました。日高の姫巫子は幼い頃から、優れた祖母を間近に見て育って行きます。持統天皇は孫たちを溺愛し、日高の姫巫子は特に目をかけられていたそうです。日高の姫巫子は、美しく賢く常に冷静沈着で、思慮深い姫君でした。日本書紀などの歴史書でも、慈悲深く落ち着いた人柄であり、艶やかで美しい、と記されていました。この肖像画は後年に描かれたもので、平安時代の衣装となっています。後の光明皇后の肖像画もありますが、こちらが当時の衣装だと思います。これも後世に描かれたものだがな。大体が、唐の衣装をそのまま真似して使っていたらしいよ。そんな日高の姫巫子を見て持統天皇は、どこか自分に似ていると感じていたのでしょうか。日高の姫巫子は幼い頃から高い教育を受けました。和歌などの文学から、政治、儒教や、いわゆる帝王学も学び、天皇とは、国家とは、政治とは、そして民を導くこととは、持統天皇は時間をかけ、日高の姫巫子に説いていたと言います。日高の姫巫子が学んだ内容は妃としての教養ではなく、明らかに、天皇となるための教育でした。持統天皇はカルノ巫子にもしものことがあれば、彼女を天皇に即位させるつもりだったのかもしれません。697年、カルノ巫子は、15歳で文武天皇として即位します。持統天皇は太政天皇となりました。この幼さでの即位は異例のことだったため、持統上皇が後見となり、院政政治を取ったのです。文武天皇は体が弱く病がちでした。それでも持統上皇と、臣下である藤原の不比等がしっかりと彼の脇を固め、文武天皇を支えました。不比等君来たー。だから萌えキャラみたいに騒ぐんじゃない。だってこっから藤原が始まるのよ、暗黒のボス藤原よ。いやどういうキャラ設定だよ。か藤原の始祖は中富の鎌足りだろうが。パパ鎌足りは途中から藤原に改名してるにゃ。これはひでえ。勝手にパパキャラにされた上に中途半端みたいに言われてるひでえ。ちなみにパパ鎌足りもイルカの父を自丸に追い込んでるぞ。やっぱり萌えキャラじゃなかったか。お前たちはヒゲ面のおっさんに何の可能性を見出そうとしているんだ。文武天皇は、持統上皇や母と同じくらい、姉の日高の姫巫子を頼りにしていたと言います。学問が好きだった文武天皇は、中国の漢詩などについて姉と語らうことが大好きでした。妹の吉備の姫巫子も姉をとても慕っており、兄弟は皆仲が良かったそうです。文武天皇は、藤原の不比等の娘都を夫人に迎え、701年に皇太子となる帯との巫子が生まれました。吉備の姫巫子は、
いとこの長屋王と結婚。しかし日高の姫巫子は、生涯独身を貫きます。一説では、適齢期に父を失い、喪が明けたら今度は弟が天皇として即位したため、いろいろ重なってタイミングを逃した。また、次期天皇となる可能性があったため、相手選びに慎重になっていたという説もあります。ですが彼女も、勉強したり弟の補佐でバリバリ働くことが楽しくて、結婚願望はなかったかもしれませんね。文武天皇と都夫人は、とても仲のいい夫婦だったそうです。しかし帯との巫女を産んでから、都夫人は産後鬱に苦しむようになりました。都夫人は人と会うことを拒否し、我が子である帯との巫女も、その腕に抱こうとはしなかったのです。文武天皇は苦悩しました。さらに頼りにしていた持統上皇が702年に崩御すると、文武天皇の精神は不安定となって行きます。天皇の重責と、持統上皇の喪失、妻の心の病。文武天皇はストレスで体調を崩し、病に伏せました。そして707年に、24歳の若さで崩御してしまったのです。嫡子は、たった6歳の帯との巫女。そこで、帯との巫女が成人するまで、祖母である阿倍姫巫女が、元明天皇として即位することとなりました。まあ、中継ぎ当主みたいなもんだな。ピッチャー変わりまして、おばあちゃん、おばあちゃん、なんということでしょう。観客も騒然としております。うん、当主のおばあちゃん出てきたら観客はざわめくよね、そりゃそうだよね。だが、天皇の祖母が即位したといえば無茶苦茶な気がするが、持統上皇の妹が即位したといえば、なんか納得するよな。訂正します。ピッチャー変わりまして、持統上皇の妹君。おーおー、暴動一歩手前の観客が一気にスタンディングオベーションとなりました。え、そんなに効果あるの？元明天皇は、46歳という当時では高齢と言われる年齢ながら、美しく華やかで、十分なカリスマ性があったと言われています。元明天皇が即位した際、姉妹の水辺の姫巫子は、重責を背負った元明天皇を励ますために、こんな和歌を送りました。我が大君、物なおも欲し、すめ神の、過ぎてたまへる、我なけな国。我が大君、ご心配めさるな、高祖の神があなた様についでこの世に与えたもうた、私というものがおそばにおりますから。うおおお、みなべたんかけ。この歌は万葉集にも入っているよ。こうして即位した元明天皇は、藤原の人らの協力のもと、国政を担って行きます。そして日高内親王を、一品という親王の最上級の位につけ、娘婿である長屋の王を重用し、万全の体制を整えました。しかし即位から8年が過ぎ、53歳となった元明天皇は体力的に限界を感じ始め、上位を考えるようになります。ですが、帯との巫女はまだ13歳でした。父のように、早くから政治に携わらせて精神をすり減らし、創生させるようなことは避けたい。そこで別の人間を、再び中継ぎとして即位させることにしたのです。それが娘の日高内親王でした。715年、日高内親王は元正天皇として即位します。この時36歳。元正天皇の即位は史上初の、母子での皇位継承、さらに連続での女帝の誕生だったのです。また、独身の姫巫子が天皇となることも初めてでした。元明天皇は大上皇となり、娘のサポートに回りました。中継ぎといえども、そこは持統上皇に鍛えられた姫巫子。朝廷は、右大臣藤原の夫人の力は強かったものの、未だ長屋の王を中心とした皇族が、強い権力と影響力を保持していました。元正天皇は貴族と皇族のいさかいを抑え、バランスを取りつつ国政を担って行きます。長屋の王は藤原の夫人の娘を夫人に迎えるなど、藤原氏とも良好な関係を築きました。元正天皇は持統上皇のように、帯との巫女を自らの元で育て教育して行きました。元正天皇は帯との巫女を我が子と呼び、次世代を担う天皇である彼を導き、持統上皇から受け継いだ教えを説いていったのです。ちなみに元正天皇も、万葉集にいくつか歌が入っていてな。その中の一つが、彼女が信頼していた立花の諸絵という、元正天皇の4歳年下の貞臣と、交わした歌だ。元正天皇が後年、立花の諸絵の本拠地だった浪速の宮に滞在していた時、予定外の船遊びを行った。しかし突然のことで、何の準備もしていなかったことを立花の諸絵が悔やむ。
その心情を、立花の諸江はこう歌った。堀江には、玉伏かましを、大きみを、三船子がむと、かねて知りせば。堀江には玉石を敷けばよかったものを、大きみがお船を焦がれると、かねてから知っておりましたなら。その歌に、天正天皇がこう変化する。玉しかず、君が食いてえふ。堀江には、玉しきみてて、次てかよはむかな。玉石を敷いておかなかったとあなたが悔しがる堀江には、私が玉を敷き詰めて、これからずっと通い続けましょう。あら。あららー。さらに彼を褒めたたえるこんな歌も読んでいる。立花の、党の立花、やつよにも、我は忘れじ、この立花を。立花の実の中でも、枝もたわわんばかりのこの立花を、私はいついつまでも忘れはしない、この立花を。あらららら。これはあーららららららー。一徳がそういう意味じゃないぞ。進化をたたえ、立花家の繁栄を願う歌だ。身分違いの恋、あこれまた酒が進みますなー。立花の諸江は皇族だったんだ。離脱天皇の夜叉後で葛城の大君と言うんだよ。若い頃に親戚降下して立花姓となり、長身となった。じゃあいいじゃないのよ、何か。付き合っちゃえよもう。恋人じゃないからね。つかこの時二人とも60近いんだよ。恋に定年なんてないんだよ。付き合っちゃえよもう。うっばからみ酒をぜー。天正天皇の一番の心配事は、おびとの巫女の健康でした。父に似て病弱だった老いの健康に気を配り、体にいい食事や十分な睡眠、そして体力をつけさせつつも、無理をさせないよう、母のように気遣っていました。おびとの巫女は藤原の不比等の娘飛鳥部姫を妃とし、718年には後の後見天皇となる、安倍内親王が生まれます。飛鳥部姫は都夫人の異母舞で、二人もまたおばとおいにあたるんだ。だがおばとおいと言っても、二人は同じ年なんだよ。だからいいって問題じゃないのよ。あ、はい。720年に太政大臣である藤原の不比等が亡くなると、長屋の王が新たに太政大臣に任命され、小児伊佐大臣となります。このことで藤原氏の勢力は衰退し、長屋の王が朝廷の権力を握りました。724年3月、おびとの巫女は23歳の時に、聖武天皇として即位。現正上皇は引き続き、聖武天皇の後見として国政に携わって行きます。しかし、皇族の母を持たない聖武天皇の地位は、盤石ではありませんでした。聖武天皇は、天皇にふさわしくないという声まであったのです。そこで聖武天皇は臣下44名を昇格させ、求心力を高めようとしました。さらに自身の母都夫人を、大夫人という、皇族出身の妃に次ぐ高い称号を与え、箔をつけようとします。しかし、それに対し法令に反すると異議を申し立てたのが、長屋の王でした。その後決定は撤回され、都夫人は正一位と、天皇の母という意味の、大御親の称号が与えられました。都大御親は、鬱から回復することはなく、その後も屋敷の奥に引きこもり、長きにわたり聖武天皇に会うことはありませんでした。かわいそうにな。現代でも辛い病気なのに、当時じゃどうすることもできなかっただろうな。そしてこの件で、長屋の王が邪魔をしたと逆恨みをした。藤原の不比等の4人の息子たちと、長屋の王との確執が生まれたのです。この4兄弟こそが、以前の藤原のクスコの動画でもお話しした、藤原の4つの家系の階祖なのです。ホッケしかかたーん。お父様うざい。なんで727年、聖武天皇と孝明皇后の間に、長男元王が生まれます。聖武天皇は男子誕生を喜び、生まれたばかりの息子を皇太子に指名してしまいます。これは前代未聞のことでした。しかし、長屋の王が前例がないと非難し、皇太子誕生の祝賀会の出席も拒否したのです。事態は少しずつ、悪い方へと転がって行きました。そして、729年、長屋の王の変と呼ばれる事件が起こったのです。ことの発端は、元井王が1年も経たずに命を落としたことから始まります。皆が悲しみ、孝明皇后は同刻し、聖武天皇は憔悴しきっていました。そんな中、長屋の王に仕えるとある肝心が朝廷に対し、長屋の王が呪詛を行い、元井王の命を奪ったという密告を行ったのです。さらに長屋の王は、天皇家を滅ぼし、国家転覆を図ろうとしていると、朝廷はすぐに動きます。聖武天皇の勅令を受けた藤原の馬会は、兵を引き連れ長屋の王の屋敷を包囲しました。終わりを悟った長屋の王は、
妻の機微内親王と、子供たちと共に自害しました。この事件は、藤原四兄弟が裏で糸を引いていたと言われているんだ。彼らの目的は長屋の王を討つことではなく、機微内親王が生んだ、皇位継承権を持つ息子たちだった。四兄弟は、自分の妹が産んだ子供を天皇とし、藤原家の栄華を極めたいと思っていた。両親が皇族である長屋の王の息子たちは、藤原氏の脅威そのものだったろう。朝廷内でもそのような声があったしな。この時、現象上皇は病に伏していて、何も知らされていなかった。止めることはできなかったんだよ。一説では、四兄弟が現象上皇が病にかかったこの時を狙って、計画を実行させたとも言われている。毒され野郎どもやないですか。現象上皇がこのことを知ったのは、すべてが終わった後でした。妹の機微内親王、いとこの長屋の王、そして老いたち。すべて、奪われました。現象上皇は、長屋の王は無実の罪をかぶせられたのだとわかっています。彼女が動けない時を狙い、卑怯にも罠にはめ、家族を死に追いやった。藤原の四兄弟と、そして、それを許した。聖武天皇。現象上皇の怒りと、悲しみは、どれほどだったでしょうか。しかし彼女は、この痛みに耐え抜きました。取り乱すことも、泣き崩れることもせず、ただ、冷静に、粛々と政務に当たり、さらには、聖武天皇を気遣う心配りを見せます。現象上皇は決して、聖武天皇を責めることも、咎めることもありませんでした。それは聖武天皇をじわじわと蝕みます。彼は心から長屋の王を信頼し、頼ってきました。長屋王が呪詛を行うような人物ではないと、本当は、聖武天皇も、分かっていたのではないでしょうか。彼は、自分よりも確かな血統で、皇位継承権のある叔母と、老いたちが、その存在が脅威だった。そんな状態で長屋王の謀反の話を聞き、疑心暗鬼に陥ってしまったとも言われているのです。そして、恐怖と後悔で崩れ落ちたのは、聖武天皇の方でした。彼は病がちになり、皇后と共に仏教に傾倒して行きます。それから10年後、陰謀の首謀者である藤原の四兄弟が疫病にかかり、1ヶ月の間に次々と死んで行きました。聖武天皇は、長屋の王と息子たちの呪いだと怯えていたのかもしれません。740年に、孝明皇后と現象上皇を連れて平城京から脱出し、国境に新たな都を遷都したのです。しかしその後も国中で災害や凶作、飢饉が起こり、民衆は苦しんでいました。さらに、外交問題で朝廷と対立していた、藤原博次が反乱を起こすなど、国内情勢も混乱していたのです。しかし天武天皇は乱の最中に突然、関東に行幸に行ってしまうんだがな。逃げ寄った。聖武天皇は自身の徳のなさが、この世の乱れを生み出したのだと嘆きました。そら逃げ取ったらな。仏教に救いを求めた聖武天皇は、741年に国分寺の建立を命じ、743年には、東大寺盧舎那仏像の着工を命じます。現象上皇は聖武天皇の願いを叶えようと、大仏建立のために尽力しました。同じ年に聖武天皇が病に伏せ、政務が難しくなると、現象上皇が名代を務めるようになります。現象上皇は立花の諸江や藤原の仲間ろといった臣下たちと共に、国政を動かして行きました。744年、今度は次男の赤狭親王が、病により逝去してしまいます。聖武天皇は、悲しみのあまり今度は難波京に都を遷都すると、さらに翌年に、再び平城京に遷都したのです。748年5月22日、現象上皇は、68歳で崩御しました。亡くなるその年まで現象上皇は、精力的に政務に当たっていたと言います。聖武天皇は、結局最後まで政務に戻ることはなく、現象上皇崩御の翌年の749年に、娘の安倍内親王に譲位、後見天皇が誕生しました。聖武上皇はその後、妻と母と共に出家したのです。東大寺盧舎那仏像は、260万人の人員と、12年の歳月をかけ完成しました。この国のために、そして老いのために、その生涯を捧げた女帝、良き天皇としての道を指し示し、たとえ苦難の過去があっても、聖武天皇を支え続けた現象上皇。その心にあったのは、母のような慈悲の心か、それとも、
愛する家族を彼女から奪いながら、その弱き心で神にすがり、助けを、許しをこう愚かな老いを、憎み、そして哀れみながらも、最後まで見届けることが使命だと、己を律し生きてきたのか。怒りも悲しみも、その心の奥深くに隠し、その天命を全うした、孤高の女帝。そんな彼女の真実は、今も悠然と佇む、大仏様だけが、ご存知なのかもしれません。元正天皇の即位については様々な説があるんだよ。元明天皇と長屋の王は、皇族ではない、藤原の血が流れている帯との御子を、天皇とすることは避けたかった。そのため元明天皇と元正天皇、長屋の王が組んで、帯との御子を即位させたい藤原の不比との思惑を退け、元正天皇の即位を成功させた。でもそれだと、元正天皇が結婚して王子を産んでなきゃ、結局その次は帯との御子が天皇になるから意味ないんじゃないの？だから次の天皇は、吉備内親王と長屋の王の息子とする目論みがあったんだ。まあ実際はそうはならなかったが、天皇の祖父となり朝廷を支配する藤原の不比との計画を、遅らせることには成功した、とする説。確かに不比と君が亡くなったことで、一時期藤原の勢力は落ちたんよな。その間に皇族の力を盛り返して、長屋の王の息子を即位させる準備しとったんやろか。また、天皇の位を狙っていた長屋の王が、実際は元正天皇の即位を阻止しようとしていた説。何があっても、天武天皇と別の妃の孫である長屋の王を天皇にしたくなかった、持統天皇の意向を汲んで、元正天皇方の皇族の力を借りて長屋の王を出し抜き即位したとか、作家や歴史家の人によってほんと様々な説があるんだ。そしたら元正上皇が、諸江君と恋仲だった説もあるの？ねえよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。